朝柄火鍋朝から火鍋は中国で広く食される火鍋料理の一つである。火鍋こともいい辛い味付けが特徴である。重慶市で容易に見られる重慶火鍋は朝柄火鍋の一種。朝、からなどの朝から味香辛料をベースとしたスープに野菜、肉団子、魚、鶏肉、雑物などを入れて煮込み薬味を入れたごま油をつけて食べる。具材のバリエーションは 非常に広範で、蒸気にあるもののほか、豚の脳みそや牛骨の骨髄、岸面状の春雨である火鍋粉とを埋虚に暇がない。老舗になると、あらかじめ肉類や肉団子などに独特の味付けをしたものを特色菜として置いているところも多い。朝柄火鍋は台湾の火鍋にも台湾式朝柄火鍋として、そのバリエーションを見ることができる。生徒では、 福祉講と呼ばれる独特の火鍋もある。火鍋のスープベースである鍋底は、四川火鍋として代表的な重慶火鍋とほとんど同じであるが、多くの火鍋料理店において、小皿に少しずつ分けられた具材を注文するのに対し、店の一角に設けられた具材置き場から少量ずつの具材が串に刺されたものを来客が選び、鍋に入れて食す形態を取っているところもある。 本場気分で楽しむ台湾風朝から火鍋、all about 台湾。ありがとうございます。